それでは、電話会談を得られての受け止めをお願いします。先ほどトランプ米国大統領と電話会談を行い、そして2月10日日米首脳会談を行うことで合意いたしました。電話会談においても経済やあるいは安全保障の課題等において日米同盟の重要性について確認をしたところでありますが、2月10日の日米首脳会談においては経済そして安全保障全般においてですね、率直な意見交換をしたいと思っております。有意義な意見交換をしたいとこう考えています。はい、どうもありがとうございました。